大悟さん、今回大失敗です。君の人生をひょっとしたら大きく左右するかもしれません。あなたは今回自分が本当に考えていることを言ってしまいましたね。自分の心の底、あれは失言ではないです。本当のことを言ったまでです。その本当のこと、まああなたは優秀な人種かもしれません。10億円の月収を得て5億円の税金を払っている。だから一般的な人のことをゴミだとかクズだとか生活保護者、死んでもいいとか。でも実際あなたの10億円の収入を払ってくれてる人誰ですか？あなたを応援してくれてる人たちやあなたの周りの人です。その人たちのためにもよく反省してください。